誠実な人間であろうとし続けること、難しいですけれども、これが仏教者の基本的な生きる姿勢であろうと思います。ペンネームヒデさん、30代の男性からいただいたお悩みです。はじめまして、ヒデと申します。もし交通事故を起こして人を殺めてしまったら、どう考え、どう思い、償えば生きていくことができるでしょうか。もし交通事故を起こして家族を失ってしまったら、どう憎しみを和らげ、どう悲しみと付き合っていけばいいのでしょうか。何の前触れもなく突然起こる事故、涙つ心にどんな解釈をすることで心を壊さずにいられるかを教えてください。私は当事者ではありませんが、人生において絶対に起きてほしくないことですけれども、世の中で確実に毎日どこかで何人も何十人もの人に起きていることです。昨今のテレビの報道を見て心が痛みます。どうぞよろしくお願いします。諸悪幕さ修善仏教、自称五位是所仏教、この一問一答でも何度か紹介をしていますけれども、これは七仏通戒偈と呼ばれる仏の教えを端的に示したと言われている偈文です。その意味は、諸々の悪いことをやめ、諸々の良いことをなし、心を清らかに保つ。お釈迦様よりも以前に現れた仏たち6人、そしてお釈迦様を合わせて悟りを開いたブッダたち、各者たちが口を揃えておっしゃったことのエッセンス、それが今の諸々の良いことをなし、諸々の悪いことをしない、そして心を清らかに保つ。難しいことのようですけれども、この偈文が私たちに説いていることは、いつでもどんな時でも誠実な人間であれということであるということなんです。私たちが誠実な人である、なかなかそうはいかないけれども、そうありたいと願い、そうありたいとあろうとする、そうやって日常を過ごしている、そのような人は人生にはね、何が起きるかわからないわけですよ。その予期せぬことが、ヒデさんの質問のようにね、予期せぬことっていうのが、自分がそうしたいと思ってもそうならない、そうしたくないと思ってもそうなってしまう、そうなりたいと思ってそうなってるわけじゃない、そうなりたくないと思ってるのにそうなってしまう、そのようなことがあるわけですね。上に行くか下に行くか、右に行くか左に行くかわからない、それが 100% 予想できないから人生は面白いんであって、それが 100% 予想できないから人生は怖いんですね。で、この暗闇のような、どうなるかがわからないという人生を歩んでいく時の鍵、それが古今東西、性別を超え、人種を超え、国境を超えてね、共通する、このどうなるかわからない世間の渡り方、どうなるかわからない人生の歩み方、この根本に誠実であり続けることということが、仏が説いた今の七仏通戒偈に現れている基本的であり、かつ非常に難しいことであるけれども、とても大事な教えなんです。
諸悪魔草修善武教事情を恋い諸々の悪いことをしない諸々の良いことをしようとする、そして心を清らかに保つ、つまり誠実であろうとし続けること。さて、秀さんの質問は、交通事故を起こして自分がその起こしたいと思ってない事故を起こしてしまった時にどうしたらいいのか、もしくは自分が、あるいは自分の家族が交通事故の被害者になってしまったら、加害者になるかもしれないし被害者になるかもしれないけども、この両方もし起きてしまったらという質問なんですけれども、実はこの被害者であれ加害者であれね、そのことが起きてしまった後にその人が取る行動態度というのは、そのことが起きる前にその人がどうやってそれまでの人生を歩んできているか、どのような姿勢でその人が生きているかということが、事故が起きたことが起きた後に現れるんです。だからそれが起きたことによってね、その人がそれまでどう生きてきたのかということが表に出てくるけれども、実はことが起きる前、ことが起きた後、これはその人自身の在り方は変わらないんですね。このことを私がもう身をもって痛感したのが、もう今からもう8年前になりますかね、あの東北で震災がありましたね。この東北の震災の時に、私もね、何かやっぱりいても立ってもいられない、自分ができることと思って現地に行っていろいろなことをお手伝いさせていただいたり、自分ができることを、その震災が起きた直後、それからその震災が起きて、まあ、あの震災が起きた直後とその後、今でもまだまだ解決してない問題がいっぱいあるわけですけど、実は私も何らかの形でずっとそこに関わり続けているんですね。で、この震災が起きた後ですね、やはり現地に行っていろいろな人たちと関わらせていただいて、改めてこの教えていただいたことっていうのが、今の例えばその震災が、地震が起きる、あの東北の震災にしても、その他のね、いろんな各地で起きている震災、地震、火事、いろんな台風の被害、いろんなことがあって、まさか自分の身にそんなことが起きると思ってなかったわけですよね。でもそれが起きた後にね、人々が取る行動というのは、その出来事が起きる前から、その人たちが普段からどうやって生きているのか、それが現れてくるっていうことなんです。で、今のこの東北の震災の時にね、私もいろいろな立場とかいろいろな方々にやっぱりお会いする中でですね、あの衝撃的なことっていうのがいくつかあったんです。それは、まあ、震災が起きて直後ですね、その震災が起きて直後の時に、その向こうにボランティアでお手伝いに行った時にですね、わーっとこう炊き出しをする。で、この炊き出しをしている時にね、このやはりボランティアの人たちが行ってね、こうカレー作ったりご飯を炊いたりってするわけじゃないですか。で、味噌汁作ったり豚汁作ったりってする。で、それをこう、まあ、皆さんにダーッと被災者の人たちに配るわけですよね、作って。で、その配っているボランティアの人たちが、あの、の中でね、あの、私こう、とびきり明るくって、なんかこうエネルギッシュで、そしてもうあの、この震災、私たちからするとね、その震災で被災して家族を失ってしまった、家もなくなってしまったって、もうこうどん底にいる人たちに対してね、こうどこかで気を使いながらどう声をかけていいのかって、これを明るく踏み回った方がいいのか、むしろね、お悲しみにこう付き合った方がいいのか、こう気を使ってしまうところってあるじゃないですか。でもね、その一緒にこうボランティアをしている中でね、ものすごく明るくって、もう冗談言いながら、皆さんをあのに対して冗談言いながら、あのもう積極的に動いているボランティアの方っていうのが、まあ、あるおじさんがいたんですよね。男性の方がいらっしゃったんですよ。で、わすごいなってね、こういう状況の中でみんなを励ましていくっていうのにね、あのしんみりしてないで、もう声を出してね、
冗談言いながらこうものすごい動かれるんですよね。でいやすごいなと。でそういうボランティアの中でもね、やっぱりこう非常にこう慣れてらっしゃるって言ったら変ですけれども、この有事の時にどういうふうにして皆さんを励ましたらいいのかっていうことがもう分かってらっしゃる、すごくこう経験のある方なんだろうなと思ってたんですね。でやっぱりそのそういうふうにしてボランティアの人たちがそボランティアができるっていう、その人の行動力とかその人の思いやりとかね、やっぱり皆さんにかけていく言葉がけ、それから何よりもその明るさですよね、すごいなと思って。で私こう周りの方に聞いたんですよね。あの方本当に素晴らしいんだけれども、どちらからお手伝いに来られてる人ですかねって言ってちょっと聞いたんです。そうしたら、いやあの人はね被災者だよと、家族奥さんも子供たち3人失って、で実は被災者なんだよっていうことを言われました。でびっくりしましたね。えボランティアの人じゃないの？違うんですよ。その方は自分の家族がみんないなくなっちゃった、たまたま自分が出張で東京の方へ出ていて、で戻ってきたらもうその被災地の中でもね最も被害がひどかった地域の人なんですね。女川と呼ばれる地域で、もう本当に私も女川行かれたことがある方は分かると思うんですけど、ものすごいまさかあんなところまで波が来るのっていうところで完全にこう波がかぶってしまったというところでおられた方なんですけれども、その方がボランティアスタッフかと思うぐらい自分も被災者なのに、その炊き出しを手伝って、そしてみんなに配って励まして冗談言いながら、でいや私たちだったらかけられないような言葉をかけてらっしゃる、むしろ被災者だから被災者の人たちの気持ちが分かったんでしょうね、やっぱり当事者だからね。なんだけれども、この人はボランティアじゃなくて被災した人なんだと、なんでそんな家族がみんなそうやって亡くなっちゃってもうみんな打ちひしがれてる時にそんなパワーと元気とができるのか、でやっぱり悲しいからなんですよね。だけれども同じ被災した人の中でもね、こんなにももう肩や打ちひしがれて動けないという人もいる。それがいいとか悪いじゃないですよ、動けない、何もする気が起きない、でも片や同じ家族全部失ってあまりの悲しみに打ちひしがれてじっとしていることがもうたまらないので、他の人をボランティアと一緒にね助けて励ましているという人もいる。同じ心の中のモヤモヤとか、なんでうち俺だけ、なんでうちの家族が、そういう思いは変わらない。まあその後ね、私がお坊さんだからということでいろんなことを打ち明けてくださいましたけれども、そりゃもういやその方ね、なんでそんなに元気に自分も被災者なのに励まされるのかなと思ってたら、いやいろいろその後いろいろお話しさせてもらったり言ってました。いやいやいや、何が何が青潮さん、もういても立ってもいられないよと、ただじーっと止まって何もしなかったらもう狂っちゃう、だから自分ができることを今やってるだけなんだと。だけれどもこれでね一通りして奥さんや子供たちの骨拾って葬式やったら俺も死ぬんだって言ってました。だけれども何も勇気や希望が見出せたから元気でいるわけじゃないんですね。ただねじっとしてたら自分は狂っちゃうと、だから自分のために動いてるだけなんだって、全然元気なんかじゃないよって言ってました。だけれども人々が取る行動、同じような被災して打ちひしがれている時に人々が取る行動というのがこんなにもやっぱりいろんな形があるんだということを教わりましたね。でまた別の経緯でね、同じ東北の話なんですけれども、気仙沼というところにお坊さんでかつ会社のね社長をしている方があったんです。でその方を訪ねた時に、その方は僧侶でありながら経営者として会社を気仙沼で経営なさってた。でその震災の後ね、その会社のビルもほとんど
土かぶっちゃってね、あの波にかぶってもう土砂だらけで、でその時にね、その方もお寺も流されちゃった、そしてあの奥さんも失った、でたまたまやっぱりあのご自分が気仙沼から離れていた震災の日にね、それで戻ってきたらお寺はない、奥さんはもう亡くしてしまった、で会社はもうみんなあの波がかぶってね、かろうじて建物は残りましたけども、もう2階近くまでもうゴミと土砂がダーッと流れ込んでる状態でしたよね。でその人ね、あの自分の従業員で生き残った人を集めて、そしてあの自分の預金通帳を全部切り崩してね、そして会社の社員たちにみんなお金を配って、うちの会社はもうあの今は仕事できる状態じゃないと、だからその取引先の会社さんたちでね、まだなんとか稼働できるところがあればそこを探して回ってですね、そこにあのうちの社員あのボランティアでいいから使ってやってくださいって言って、自分でその人たちの給料を前倒しで払って、そしてその自分のところの会社も立ち行かないので関連会社のにみんな手伝いに行かせてるんですよね。それでもう社員には会社のお金と自分のお金を全部切り崩して渡して、ボランティアに行けと、できることがあればボランティアに行けって言って、みんなを働かに伊勢に行かせてる。でその方がね、その後震災から1年が経ち2年が経ち、でその後も私その社長さんとずっと関わりを持ってですね、手伝いに行かせていただいたんですね。で1年が過ぎたくらいにもう一回ね、気仙沼で、まあ、イベントがあって、でそのイベントにみんなを元気づけようっていうイベントですよね。当然その社長さん先頭に立ってやってらっしゃった。でそこで私も何か手伝わせてくださいって言うんでね、あの行ったりうちの会社の従業員を派遣したりしてしたんですけど、その時にその社長さんがおっしゃってました。震災から時間が経って、でいろいろボランティアの人たちが来てくれる、とってもありがたいことだ、だけれども延々とこれを続けてたらみんな腐ってしまうと、その社長さんがおっしゃってました。確かに悲しみはあるよと、家族を失ったよ、仕事も奪われてしまったと、でそこへボランティアの人たちが来て手伝ってくる、とてもありがたいけれども、自分でできることがあるのに炊き出しに並び続けている人たちがいる、今私が一番心配なのは皆さんの悲しみとか皆さんの心の傷とかいろんなことあるけれどもね、その悲しみを癒してくれようとしていろいろと助けてくれる人たちがいるわけですね。そして支援してくれる人たちがいるけれども、そのことにいつまでも甘え続けて、ついにね、悲しみを理由にこれから自分たちが自分たちで復興して生きていくんだっていうことをやらなくなってしまう人たちがいることが一番怖いって言っておっしゃってたんです。それはやっぱ現地で自分が被災した人だから言えることなんでしょうけれども、炊き出しに今でも並んでる人がいる、五体満足でできることがあるのにまだ人からやってもらうってことに期待してる人がいる、外から言ったものはそんなこと言えないですね。自分が被災して自分が家族を失って自分が全てを失ったから、そこで生きていこうとしている人がいる、その被災者でありながらボランティアに活動をやっている人の話、その他大勢の人たちの現地の人たちとの関わりの中で、私が改めて感じたことは何度も言いますけれども、震災が起きた後に人々がどういう行動を取るのかというのは、実はその震災が起きる前からその人たちがどうやって生きてきたのか、どういう姿勢で人生を生きてきたのか、そのことが現れているんだということを痛切に感じました。例は違いますけれども、交通事故、これは誰にでも起きる可能性がある、加害者にもなりうるし被害者にもなりうります。私もね、僧侶として
この交通事故の後の葬儀、加害者側も被害者側も行きました。まあ本当に地獄です。本当に加害者側もそれをずっと背負って生きていかなければいけない、被害者側もそれをずっと引きずって生きていかなければいけない。この時にいろんな人たちがいますよ。ほら、自分の家族を交通事故でね亡くして、分かっちゃいるけれども責めずにはおれない人もいるし、ほら、みんなに起きうることですけれども、さてその時に、その後に加害者であれ被害者であれ、その人が取る行動というのは、実はその交通事故が起きる前からその人間が普段からどのように生きてきたのかって、それが現れる。だから決して事故後にその人の人格が何かね特殊な方向へ変わっていくとかということではなくて、潜伏していたその人の有事の時の人生の歩み方、その人の態度、その人の心持ち、その人の償いの仕方、これはね決して何か決まったテンプレートがあるわけじゃないんです、方程式があるわけじゃないんです。けども普段からその人がどのように生き、どのように仕事をし、どのように家族と関わり、どのように社会と関わってきたのかということが、たまたま交通事故というきっかけということをきっかけに、そこに今まで取り繕ってた本心が出たり、今まであまり自分では気づかなかったその人の普段の在り方というのが出てくるわけですね。さて、ヒデさんのご質問に対する私の答えは何かというと、今ね、ヒデさんが実際に交通事故の加害者になったわけでもない、被害者になったわけで、当事者になったわけではないと。けれども、もし何らかの形でね、ニュースを見てたり、いろんなことを、出来事を見てて、ああこんなことが起きて、もし自分に起きたら自分はどうしたらいいんだろうということを考えるのであれば、それは交通事故に限らず、普段からヒデさんがどうあるのか、それがたまたま事故というきっかけによってですね出てくるのかっていうことなんです。さて、ヒデさんがそういう時にね、もちろん悲しみはそれで消えるわけじゃない、自分が加害者になればそのことによってね何か簡単に償いができるわけではない、どう償うかっていうのもわからない、それはわかります。けれどもまたね、被害者になってもし自分の家族がそういうことになった場合には、自分はどういう心持ちで、それも今何か一つの答えを、私はこういう心持ちでいてくださいよということを私が言うことでもない、ヒデさんがどう考え、どう償っていくか、それはヒデさんが普段からどう、今事故が起きる起きないかかわらずね、普段どうやって人と接してどうやって生きているかということ、それが現れてくるんです。償いの形は人によって違いましょう。事故が起きた時の態度というのも人によって違いましょう。その時に自分が受けるショックっていうのも、その程度、その時にどうなってしまうかとも人によって違いましょう。けれどもどういうことが起きても、やっぱりね、自分を見失うのはないでね、被害者になろうが加害者になろうが、自分がもし自分を見失わないで、なんとかそれでも生きていくということを、そういう人間でありたいと願うのであれば、その答えは一つです。諸悪魔草、修善奉行、自浄恋、つまり全ての物事に、難しいけれどもできるだけ誠実な人間であろうと、普段からそうやって生きること、それが仏の教えであり、私も実際これまでね、いろいろなことを、交通事故をし、さまざまな不慮の事故、不慮の事件、出来事、その後人間がどう生きているのかっていうのを実際に見させていただき、また自分もそういうことが起きた時にどうあるのかっていうことを自分も考えてきた結果、やっぱりそこに尽きるんです。何が起きたかわからない、何が起きるかわからない、でも起きた時に自分がどうあるのか、それは
それが起きた後にうんぬんではなくて、普段から私たちがどうあるのかっていうところにかかっている。その答えができるだけ誠実な人間でいようとすること、良きことを少しでもしよう、悪いことを少しでも避けよう、そしてできるだけ心を清らかに保つ、誠実な人であろうとする、これが人間の基本であると、そこを大事に生きていきたいと、それが私の答えです。さて最後になりましたけれども、このまさにヒデさんが投げかけてきたようなこの問題に対してね、一つの償いの姿勢というものを示した私の大好きな歌があります。さだまさしさんの償いという歌です。まさに自分が起こすつもりがなかった交通事故を起こした時に、ある人がどうあったのか、どうしたのか、どう償おうとしたのか、その人間の葛藤、加害者側の葛藤、被害者側の葛藤が非常にリアルに描かれている歌です。もしヒデさん聞いたことがないならぜひお聞きください。さださんの、さだまさしさんの知人に実際に起こったお話をもとに書かれた歌だと言われています。何かしら改めてね、私たちはどういう人間でありたいのか、あったらいいのかっていうことをリアルに想像させてくれる、そしてまた考えさせてくれる歌です。さだまさしさんの償いという歌、もし聞いたことないならお聞きください。まあ、結論としまして何度も言いますけれども、諸悪幕差修繕奉行事情行為、もろもろの良きことをなし、もろもろの悪しきことをしない、そして心を清らかに保つ、一言で言えば誠実な人間であろうとし続けること、難しいですけれども、これが仏教者の基本的な生きる姿勢であろうと思います。お答えになっていますかどうか分かりませんけれども、ぜひね、さだまさしさんの償いと合わせてもう一度自分が普段から誠実な人間であるかどうかっていうところを問い直してみてください。それが私からの処方箋であり、私の答えです。あるいは、あなたは行動ができていたとしても、それが自分が求めたい、望ましい結果に結びついているでしょうか。お聞きします。あなたは行動力がありますか？